はい、どうも、イタリアチャンネルです。今回なんですけども、今回の動画は、僕の好きなね、アイテムというか、色っていうかね、僕の動画をね、結構見てくれてる方はね、わかると思うんですけど、今回は僕の好きなボーダーを使って、コーデをね、していこうかなって思います。今回なんですけど、ボーダーをインナーとして使うコーデをね、していこうかなって思います。今回使うボーダーは、主にね、3色のボーダーをね、使っていこうかなって思います。今ね、多分見えてるかなと思うんですけど、赤と青と黒のね、ボーダーを使っていこうかなって思います。で、今回はね、5コーデ組んでいこうかなって思うんで、ぜひね最後まで見ていただけたらなって思います。僕の印象はボーダーってね思ってる方も結構いるかなと思うんですけど、僕はね本当にボーダーが好きで、インナーとして使うのも好きだし、普通にまあニットとかね、そういうボーダーを使ってね、いろんな着方をね僕はしてるんで、今回は主にインナーとして使うんですけど、一つのコーデだけインナーとして使ってないアイテムがあるんで、そちらもね楽しみにしていただけたらなって思います。5コーデ中の4コーデはインナーとして使ってるんで、まあねボーダー好きな方も好きじゃない方もね参考にしてもらえたらなって思います。ボーダーってね、今流行りなのか分かんないけど、ほんでボーダー流行らせたいね。めちゃくちゃいいからね。ということでね、早速じゃあやっていきたいと思います。ということで、1コーデ目なんですけど、1コーデ目は赤白のボーダーを合わせました。この色のベストに合わせて、下はね、この白のパンツを合わせました。こんな感じですね、全体は。このね、赤白のボーダーと白のパンツは相性がいいから、それにこの、これなんて色なんだろうね。緑じゃないけどそう。この色のベストを入れて、いい感じな色の組み合わせになってるかなと思います。下もね白のスニーカーということで、どうでしょうか、良くない？赤白のボーダーね、なかなか合わせにくいかなっていう感じなんですけどね、こういった合わせ方もできますよってことで、はい、こんな感じですね。白のパンツもねめちゃくちゃ合わせやすいよね。このベストは結構ねオーバーサイズというか、ちょっとね大きめなサイズなんですけど、これもねなかなか僕は気に入ってるアイテムなんですけどね、ポッキーがめちゃくちゃあるんですよ。こうやって良くない、こういうベストも。このボーダーはそんなオーバーサイズなボーダーじゃなくて、まあ、ちょっとぴったりサイズのボーダーなんですけど、この色の組み合わせ本当に好きですね。あえてここを白のパンツにすることでね、このね赤白のボーダーとしっかり合わせてるっていうところがポイントですかね。じゃあ赤白のボーダーを合わせたコーデ1コーデ目はねこんな感じになってました。ということで次2コーデ目いきたいと思います。はい、ということで、じゃあ2コーデ目なんですけど、これもベストですね。X ガールのベストなんだけど、ちょっとデザインがあるベストに、これは黒白のボーダーですね。下はデニムですね。こんな感じです。どうでしょうか。このベストね、確かインスタに載せたことあるかなと思うんだけど、そう、めっちゃ良くない？ちょっとね、これ、プチ情報というか、僕のね、好きな話になっちゃうんですけど、エクストララージとエクスガールってあるじゃないですか。まあ、大体の人は、エクストララージがメンズ、エクスガールがレディースかなっていうふうに思ってるんですけど、僕ね、エクストララージより、X ガールのアイテムの方が好きなんですよ。なんかレディースのアイテムが好きとかそういうことじゃなくて、ただ単にいつも出てくるアイテムが X ガールのアイテムの方が僕は好みなんですよね。みんなどっちなのかな？ X ガールとエクストララージどっちが好きなんでしょう。僕は X ガールの方が好きですね。だからエクストララージのアイテムはまだ1個持ってないですね。だから、ね、X ガールはたまにというか、まあ行くんですけど、 X ガールのアイテムは本当に僕の求めてるアイテムがめちゃくちゃあるんでしょうね。これもね一応ね店員さんもメンズの方も着る人は全然いますよって言ってたんで、そう試着してね結構いい感じだったんで、ね、こちら買いました。よくない？フリースみたいな生地になってんだよね。フリースベストみたいな感じで、そう可愛くない？これは結構前に買いました。デニムに合わせてるっていうことで、これはね色が結構統一されてるよ。このベスト見るとデニムの色も似てるし、そこにねちょっとこの黒白のボーダーを入れて少し遊んでみたっていう感じですね。どうでしょうか。はい、こんな感じです。そうみんなね X ガール行ってみてほしい。メンズの方で多分ねレディースの方でなんかストリート系のファッションとか好きな人は行ってるかなと思うんですけど、メンズの方も一回 X ガール行ってみてほしいな。マジでいいアイテムあるから。裏原宿はエクストララージと X ガールが隣にあるから、エクストララージ行ったついでにちょっと X ガール行ってみようかなみたいな感じで、ぜひ見に行ってみてください。はい、ということで2コーデ目はこんな感じでした。次3コーデ目行きたいと思います。はい、ということで、じゃあ3コーデ目なんですけど、これはオープニングでも言った通り、ボーダーをインナーとして使ってないコーデですね。はい、こんな感じになってます。これね、ベストかと思いきや、まあベストなんだけど、T シャツ生地の、薄い生地のね、タンクトップではないんだけど、ちょっと薄くない？こういう感じのベストなんだけど、それに中をね、タートルネックのインナーを着てるんですけど、で、それにグレーのデニムということで、可愛くない？このボーダーのアイテム。これね、アウトレットで買ったんですけど、色合い良くない？黒のデニムじゃなくて、グレーよりもちょっと薄いデニムを使うことによってね、この青白のボーダーが目立つんでいいと思うんだけど、中をあえて T シャツじゃなくてタートルネックを使って、こういうベストにもタートルネック合うよっていう感じで今回組んでみました。どうでしょうか。まあ薄いベストにもタートルネックは全然いいかなって僕は思うんですけど、そうこんな感じかな。まあちょっとなんか綺麗めというか明るい感じのね雰囲気が出せるコーデかなって思います。夏とかだったらねこれ本当にタンクトップみたいな感じに着ても僕はいいかなって思う。だからこれに下何も着ないでデニムにインするとか、それでも全然夏はいい感じで着れるかなと思う。結構オールラウンダーなアイテムですね。
こんな感じかな。あとね、これタートルネックね。前ね、この白のタートルネック結構僕使ってて、首元がね結構本当に使いすぎでよれてきちゃったんで、新しいの買いました。ユニクロのタートルネック、毎年というか結構タートルネック使うからよれてきちゃうんで、何ヶ月に1回は買い替えたり、シーズンごとに買い替えてるんですけど、ユニクロのタートルネック新しいの新調したよってことでね、まあこちらも報告ということで、結構もう立ちがいいですね、やっぱり新品なんで。ということでね、こちら3コーデ目でした。では次4コーデ目いきたいと思います。はい、こちら4コーデ目なんですけど、これはねダウンベストに合わせてます。このダウンベストですね、ユニクロとマルニーのダウンベストなんですけど、これね青白のボーダーで、この上はねベストの青とボーダーの青で統一させて、下もね白のパンツでこのボーダーの白をね合わせてるっていう感じで、キックスもね白ということで、かなり色が統一されてるようなコーデかなって思います。このダウンベストめちゃくちゃあったかいよ、良くないですか。色がめちゃくちゃ合ってるかなと思うんですけど、ダウンベストが大きめのサイズなんで、下のパンツも少し大きめのパンツで合わせてる感じですね。今回はねこの白のパンツだけど、他のパンツの色でも例えばデニムとかでも合わせれるかなっていうアイテムなんで、結構万能な使い回しがいい感じのアイテムですね。ボーダーをやっぱりインナーで使うとあんまりないようなコーデができるんで、被りたくない人にはねボーダーっていうのはおすすめかなって思います。こんな感じかな。少し太めのダボってするパンツも僕は好きなんで、結構いろんな色持ってるんですけど、白パンってね結構合わせやすいですよね、シンプルなんで。上をねこういう青とか赤系のものを合わせれば、それだけでもねおしゃれなコーデになるかなと思います。ということでね、次ラスト5コーデ目いきたいと思います。はい、ということでじゃあラスト5コーデ目なんですけど、こんな感じですね。このねナイキの、まあ、ベストっていうのかな、見たことあるかな、これは結構派手なんですけど、それにね黒白のボーダーインナーで、これはダメージですね、最近出てきてる。濃くない？これね、クロップル丈のちょっと丈が短いやつなんですけど、まあねデニムをねハイウエストにすれば全然着れるかなと思うんですけど、そうこんな感じですね。ナイキなんですけど、これめっちゃね僕一目惚れで買って、色がいいよね。普通のデニムじゃなくて少し薄いデニムを使って色のねバランス感を考えたんですけど、このねナイキのトップスが目立つような感じのコーデにしました。まあねこのインナーは別に普通の白とか黒でもいいんですけど、今回はねボーダーインナーっていうことなんで、こちらやってみました。下のスニーカーもねこのシルバーのナイキのスニーカーを履いてることによって、デニムでね上のトップスの派手さを少し落ち着かせてるんで、下も少し派手な靴を履くことによって結構ねいいバランス感になってるかなって思います。普通のねシンプルなスニーカー履いてもいいんですけど、結構インパクトのあるこれはコーデかなと思うんで、なんなら下もインパクトのあるスニーカーを履いてみようということでこちら組んでみました。そうめっちゃ可愛くないこれ。そうちょっとハイネックになってるんだけど、こんな感じかな。ダメージデニムと合ってるよね、海外風なコーデかなってこれは思います。ということでラストね5コーデ目はこんな感じでした。はい、ということで今回はボーダーのアイテムを使って5コーデ組んでいったんですけど、結構ねやっぱりボーダーはねまあ好き嫌い本当に分かれるようなねアイテムの一つかなと思うんですけど、僕のイメージ的にボーダー好きは本当にいろんなアイテムのボーダーとかいろんな色のボーダーをね結構買っちゃう癖があるかなと思って、そのうちの僕一人なんですけど、いろんなボーダー買ったりいろんなボーダーのアイテム、今回ねインナーメインだったんですけど、例えばニットとかセーターとかそういうねいろんなボーダーのアイテムをね買いがちなんですけど、ぜひねボーダーねあんまり好きじゃない方もこの動画見てねいいなと思ったらぜひね真似してみてください。多分服とかでも食わず嫌いみたいな感じと同じで、着てみないと本当に分かんないんで、ボーダーね見てあんまり好きじゃないなと思ってる方もちょっとね一回着てみればめちゃくちゃいいじゃんって思うね可能性もまあなくはないんで、ぜひね今度買い物とか行った時にボーダーのアイテムがあったらね一回着てみていいなと思ったら買ってみてほしいなって思います。はい、ということで今回はねボーダーコーデということで、今回はインナーをメインにしたんですけど、別の動画でねボーダーを主体としたというか、ボーダーをインナーとして使ってないコーデもねやっていけたらなと思うんで、ぜひそちらの動画もねご視聴お願いします。ということで今回の動画以上になります。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。インスタ TikTok Twitter もやってるんでそちらのフォローお願いします。それでは次の動画でバイバイ。